はい、どうも、ラマックスです。ただいまの時刻が、4月6日土曜日の6時53分です。つばめ桜マラソンの当日の朝を迎えています。なので久々にまた朝食の紹介をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回ですけども、前日4月5日の金曜日に、つばめ三条駅の目の前にあるルートインに、前日入りをしまして、今回の桜マラソンがスタートが10時15分と、通常の、まあ、よくある市民マラソンの中では比較的スタート時間が遅いということで、ホテルの朝食バイキング食べてきました。内容は写真でパッと出してもらいます。卵とスクランブルエッグ、あとはご飯、海苔、納豆というような、まあ、見た目的にはかなり質素な感じの内容ですが、まあ、前日もしっかり食べてますし、今回ハーフマラソンということで、そこまで食べなくても、まあ、最終的に持つかなということで、自分の食べたいものを感覚的にとったら、まあ、これしかなかったという感じです。他にもコロッケとかいろいろあったんですけども、まあ、朝からさすがにちょっとコロッケは厳しいなとか、野菜とかもあったんですけど、そこまで僕自身が野菜が好きじゃないとか考えると、まあ、これぐらいでちょうどよかったかなという感じの内容です。本当10時15分スタートっていうのは、僕としてはすごいありがたいなと思っていて、まあ、いろんなところで大会行くと朝8時から9時ぐらいのスタートが多いので、となるとホテルの、まあ、朝食バイキングってなると、まあ、早くても6時、遅ければ7時っていうところでいつも食べることができないんですけども、今回みたいに10時15分ですと、食べることができるので、まあ、一つの旅行先というか、旅先での、朝食バイキングというのは楽しみの一つでもあるので、まあ、今回すごい、朝食べれてよかったなというふうに思っています。まあ、この後レースになるんですけども、天気も晴れで、風がちょっと強くなりそうかなというところと、河川、まあ、川沿いを走る、コースなので、まあ、その辺がどういう影響するか、ちょっと不安な部分はありますが、久々の新潟というのを楽しんでいきたいと思います。以上、ランバックスチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。